はい、今ねどこにいるかっていうと山口県の宇部市にいます。宇部ということで、人口でいうと、山口県内3番目の、都市ですね。で、宇部というのは宇部駅の方ではなくて宇部の新川駅ってあって、そちらの方に繁華街広がってます。で、これ宇部駅のこう宇部の新川駅の周辺ですけどね、この辺り結構お店がありますね、夜の店がね。この辺りですね、アーバンヒルというところですかね、その先と思います。他の地方都市と同じように結構少子高齢化が進んでるんで、まあ以前に比べたら人口減っててね、ちょっと繁華街になったり、まあ今回にもあの大型スーパー、イオンの大型スーパーできるんで、できてるんでね、結構市街地が昔に比べたら廃れてきてるところって地方都市ってかなりね数占めますけど、昔の方がやっぱりなんかこの地元の人を聞いたら高い建ててましたね。で、今から、ちょっとこの宇部の新川駅のところですね、回ってきます。市街地もね、で、このまず駅がこちらです。宇部駅があるんですけど、宇部駅の方が最初半中心街と思ってそっちでホテル取ったんだけど、あの急いでたんでね、あんま見なかったんですけど、こっちの方がしあの栄えてるところで6キロちょっと離れてます。で、その後宇部駅の方戻りますけど、これが駅です。あ、小さな駅です。昔からあるようななんか古い感じの駅舎ですね。松島町の商店街、で、これがもう駅のところですね。さっきそのラーメン屋で食べましたけどね。九州料理かばや、山口県一番大きな下関ですね。下関も結構人口が減ってて、で、山口が2番目ですけど、やっぱり結構人口がね減ってきてるってことがね、寂しいって寂しいですよね。で、ちょっとこれ右に行きます。こっちの右の方に結構お店がある感じです。銀天街とかもあったんだけど、あんまりなんかお店がなかったですね。昔はなんかもっとあったみたいですけどね、聞いたら。この先、一般道右方向に事故多発エリアです。で、スーパーホテルとかあるんですよ、そっちも。
しちゃったけど、あのアーケード街で、なんかこれおしゃれなカフェが置かれると、ここが銀天街ですけど、だからなんかもっと店があったらシャッター閉まっちゃってますよね。これからちょっと宇部駅の方向かいます。宇部の駅の方ですね。この左側にもある、あ、これさっきのとこですね。で、またこの駅の近く、駅がここからだいたい6キロとかそのくらいですね。6キロぐらいです。一般道左方向に事故多発エリアです。
カーとはたまに利用しますけどね。隣なんですけど、ここから近い、宇部の駅から近いものなんですね。で、宇部駅なんてこちらになります。ここからまだ3キロなんで、あとは三重市とかね、秋吉台、秋吉道とかあるところですね。でここから25キロぐらいなんで、まあ秋吉台とか行く人なんかもここを拠点にですね、するのもいいかもしれませんね。下関だと日帰りで行こうと定期るし、まああれですけど、まあ、下関の方が観光的なものとしては多分ね、向こうの方があるんですよね。宇部っては工業発展してるんで、まあ、出張で来られる方結構いらっしゃると思うんですけど、ただまあここから三重市とか、まあ割と行きやすい距離なんでね。
か宇部の駅とかだったら最初宇部駅で思って、まあ、半回そっちあると思ってたからちょっと急いで映ったんでしっかり確認したかったんだけど、宇部の新海駅とか宇部駅周辺ってあんまないんですよね、はい、ただ今泊まってるホテル割と安く取れたんですけど、結構広くのところで満足はしてます。部屋はねすごくいいですよ。新海のまあ本当に実際にどこでもよければそっちこっちの方でいいですけど。交番があります。